ここは大阪万博公園の中にある鉄鋼館、旧鉄鋼館の中の倉庫代わりに使われているところです。ここには大阪万博が終わった後、産業技術博物館を作ろうという構想があり、数々の機器類が収集されたのですが、そのまま忘れ去られてここに保管をされてきました。今回残念ながらこれを全て廃棄するという決定がなされました。大変残念な話です。